ドジャースの大谷翔平投手が8日、日本時間9日、本拠地で行われたガーディアンズ戦の第2打席に中前打を放った。しかし直後に牽制し、47盗塁目はお預けとなったが、敵軍メディアからは、忠告が起きた。大谷は3回西から内角高めのスライダーを中前へ運んだ。これでシーズン161安打となり、 2022年の160安打を抜き自己最多を更新した。すかさず2投を試みようとしたが、ベッツの打席でまさかの牽制しで後期はついえた。ガーディアンズの地元放送局、バリースポーツグレートレイクスは、試そうともするな、昌平。バイビーが大谷を牽制でアウトにして、イニングが終了、として映像を公開した。ファンからは、ええー、うわー残念。 えらい声だったけど右腕大丈夫かな。ついに刺されてしまった、大谷君練請求でタッチアウト珍しい、といった反応が。また、ピッチャーを褒めるしかないナイス牽制でした、投手がうまかった、と相手右腕を称える声もあった。